と水族館も行こうよ。タコいるよ、タコ。タコ、あー。タコ好きじゃないの？あれ？いや、好きなのだよ。うん。なんで？水族館か。うん。水族館行こうよ。水族館。水族館だったら、うん、あのね、品川水族館のイルカショーがすごい綺麗。イルカショー？クオリティ高い。そう。いや、イルカショーって大体さ、どこも同じじゃねって思うじゃん。うん、でも品川水族館のイルカショーは違うんだって。何があのね、なんかすげえ、なんかこう、うん、なんだろうな、おしゃれなの。すごい。こう上から水がシャーってね、出てきてね、こう、ライトが光って虹色に輝いてたりとか、あと曲が、なんかこう、イルカショー独特の曲とかじゃなくて、千本桜とか流れ始めるわけよ。はー。そう。いや、品川、ほんと、ほら、コメントでも言ってるけど、品川水族館はマジでいいんだって。でも、隅田の新しい水族館しか知らない。あ、いいね。隅田もいいね。でも、この日本の中で、まつりが今まで行った水族館の中だったら、京都水族館が一番おすすめ。待って、水族館マニアなのは、なんか詳しすぎてのな、なんなのはな、えそんな一国なのは、京都水族館はいいよ。京都水族館はね、水族館って、結構立って歩いてこう見るっていうのが、結構ね、みんなの想像する。ところじゃないですか。でも京都水族館って他の水族館に比べて座れるとこが多いんですよ。だから座った状態で魚たちが優雅に泳ぐ姿とか、ゴマフアザラシがねこう泳いでるところの前に椅子があったりとかして、そう座るスペースがすごいあるから、まったり見れるっていうのが京都水族館の良さなんですよ。疲れなさそうなのだ。そう疲れないし、まったり見れる、ゆっくり時間をかけて。これ、椅子に座って、寄り添う二人がこう、綺麗ね、みたいな感じで。そうそうそう、エモじゃん。そう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 。それ、それなら。うん、いや、いいよ。京都水族館はマジでおすすめ。行ったことない人いたらね、ほんと行ってほしい。もうコラボしたいくらい。コラボと言い方。コラボじゃないの。祭りがおすすめの京都水族館ですって。言いたいですね。祭りね、地元にいるとき、愛知県なんですけど、名古屋港水族館っていうのがあって、名古屋港水族館は週に2回とか行ってた。好きすぎて。年パス持って。水族館に年パスとかあるのな。ディズニーランドかよ。年パス持って行ってたね、週2で。やべえの。水族館めちゃ好きなの。水族館で1年に1回行くかどういうレベルなのだけど。いやでも、ある日突然、いたはずのマンボウとかがいなくなって、あ、ちょっと待って。なるの。それもまた良くない？なんか。何？昨日まで泳いでたのに。やべえのら。ガチすぎるのら。そうそうそう。じゃあもう、すごい、もうお友達なのはね、もう今日は誰々、誰々が、今日は何々ちゃんが、今日は元気ね、あれ今日は何々ちゃんがちょっと泳ぎに、借りがないな、みたいな。ペンギンとかね、ペンギンの顔がだんだん見分けついてくるかもしれんね。やべえなら。本当に好き、水族館。先輩、そんな好きだったの初耳なもの。そう、水族館大好きで、あと鳥羽水族館もおすすめだね。どこやね三重県にある鳥羽っていうところにある鳥羽水族館っていうのがあるんですけども、そちらはね、ダイオウグソクムシっていう、まあ、ニコニコ動画とかでもね、有名になりました。ダイオウグソクムシの48時間放送とかあったんですよ。そちらで映されていたのが鳥羽水族館のダイオウグソクムシですね。はい。詳しすぎるのだけど。そう、ダイオウグソクムシを全面に押しているところでですね、めちゃめちゃいいんですよ。松井田先輩、そのダイオウなんちゃらなんちゃらって好きなのな？そう、好きなの。ダイオウグソクムシが好きで、美術の時間で好きな動物を描きましょうっていう授業でダイオウグソクムシ描いたくらい好き。え動物っていうかダンゴムシみたいなの。あ、そうそうそう、ダンゴムシみたいなね、丸くなりますからね。でも完全に丸くなることはできなくて C になるから、ニコニコ動画とかのコメントだとダイオウグソクムシは C で例えられるんですよ。いやね、C って何なの？ABC の C ね、丸りきれないから C なんだよ。ダンゴムシが O だとしたらダイオウグソクムシは C っていう。詳しすぎて君だな。めちゃめちゃ好き。でも水族館一緒に行ったらこれくらいずっと喋り続けるからな。次すごいなんか案内する人いらねえのな。なんかもうこちらなんとかなんとかでなんとかなんとかってなんか説明してくれそう。この魚はねできそうなくらい詳しそうなのな。本当にね、やべえ、なるほど、なんか松下先輩のこと知れた、うん、ね、そうだね、あんまりこういう話しないもんね。そうなのな、え、こういうの配信でするのな。今してるけどね、配信。え、今まで聞いたことなかったの。あー、確かにね、多分リスナーさんも多分みんな知らないと思う。まつりがここまで水族館好きとかは。なんと、そうなのな、ね、うん、多分知らないんじゃないかな。初めて聞いた人が多いと思うよ。うん、初めて、松下先輩のガチで初めて聞いたのに。みんなも初耳言ってる。知らなかったのに。大好きなんです。生き物が好きなんだよね。なんか、生きてるってよくない？生きてるなーって思う。生きてるっていうか。ちょっと、生きてるのが。すごい。なんか、哲学みたいな、なんかよくわかんないことを言ってる。動物園もすごい好き、なんか。